ローダーアウトなしの状態だね。だ、変なやつおる。もう変なやつしかいないこのゲーム。どうしよう。どうも皆様こんにちは、プロテインです。最近はよくTwitch の方で配信してるのでよろしくお願いします。それとね、ガンダム専用チャンネルも上げたので、こちらね、ガエモ動画も上げていく予定なのでよろしくお願いします。というわけで今回はですね、コールオブデューティーモダンオフェア2マルチプレイヤー最終回というわけで、皆さん今までご視聴の方ありがとうございましたっていうのはね、もちろんね、冗談ですよ。はい、もうすぐね、日本時間の17日午前3時からいよいよね、コールオブデューティーのバトロワの方、無料のウォーゾーン2が始まるわけなんですけども、グリードさん、ウォーゾーン2出たらマルチどうすんの、やるの、どうすんのっていう話をちょっとしようかなと思います。結論から言ってしまうと、多分ね、ウォーゾーン2がメインになるだろうと思ってます。世界はね、多分ね、もうほとんどウォーゾーンに行きます。もうウォーゾーンメインになります、本当に。これはね、もう前作のウォーゾーンからもうおなじみの流れで、モダンフェア、コールドウォー、ヴァンガードというふうに続いてきましたけども、もうウォーゾーンが出るまではそのマルチプレイヤーに人が集まって、ウォーゾーン出てから、はい、もうみんなウォーゾーン行きますっていうね、もうツイッチの視聴も全部ウォーゾーンに流れて、人口も全部ウォーゾーンに流れてっていうね、状態です。まあ実際にウォーゾーン無料だし面白いし、でこの配信文化のこの今この時代、やっぱりバトラーのね方がね、配信として向いてるっていうのが、まあ、どうしてもありますよね。まあでも海外に関してはそのマルチプレイヤーの動画の方も一定数やっぱり、まあもちろん人気はあって、まあ YouTube の動画ではこうマルチプレイヤーで、はい、Twitch とか配信ではウォーゾーンみたいな感じになってて、でね、僕自身の考えとしてはやっぱりちょっとウォーゾーン2出たらウォーゾーン2メインでちょっとやっていきたいっていう気持ちがあります。やっぱり無料なのは大きいです。で実際にウォーゾーン2世界でも、ね、すごく人気だし、コールオブデューティーのやっぱ新規勢が始めやすいのはやっぱどうしてもね、ウォーゾーンだと思うので、やっぱちょっとね、ウォーゾーン2やっていくと思います。まあもちろんマルチプレイヤーの方ももちろんね、やっていくけど、うん、割合としてはどうしてもウォーゾーンが大きくなるのかなって思います。やっぱりね、今の時代ね、ゲームソフトで9000は高いっすよね。まあでもこれ日本だけなんですよ。海外69ドルぐらいで、日本9000円、1万円。ああ、つまりこれ円安、圧倒的円安っていうことですね。まあもしかしたらこれから先、コールオブデューティーの値段が1万5000円とかなるかもしれないですね。まあもう現にね、コールオブデューティーのソフトの値段が上がり、で、ゲーミング、そのデバイス系もね、どんどん上がってます。まあゲームだけに関してじゃないけど、いろんなもんが値上がりしてるけど、今の時代。プレイステーションのプロコントローラーも発表されましたけど、なんか日本だけバカ高かったですよね。確か3万円ぐらい。海外はまあ2万いくかいかないか行ってるかぐらいなんだけど、日本だけ3万円で、もう圧倒的円安の影響が出てまして、もしかしたらこれから本当にね、ゲーマーにとってもめちゃくちゃ大変な時代が来るかもしれない日本って感じなんですが、まあその中でもウォーゾーンはね、基本プレイは無料なんで、まあすごく始めやすいでしょうっていう。でね、まあぶっちゃけちゃうと、僕自身は正直マルチプレイヤーの方が好きなんですよね。バトロワより、ヘイローとかコールオブデューティーみたいな少人数の小規模マップのね、打ち合いができるゲームの方が好きです。でガエボも好きです。だけどね、やっぱり今の時代すごくバトロワの流れですし、で実際にウォーゾーン2プレイしてみた感じとしては、まあなんか思ったより僕はね、前作より好きになれそうでした。前作はね、なんか、まあ、最初面白かったんだけど、一回途中でね、なんか大会、そのモダンオフィアの大会とかが始まって、選手の方にこう練習の方に集中してウォーゾーン離れたんですよ。で途中から帰ってみたら、なんかウォーゾーンね、すげえこうメタとかそういうのになんかついていけなくて、なんか全然やらなくなっちゃったんですけど、まあ、それでそのウォーゾーン2の先行プレイでプレイさせてもらって、まあ、かなりそのローダーとシステムだったりも変わって、なんか DMZ っていうかなりこうカジュアルな、フレンドとまったりできるようなモードも追加されてたりとかして、なんか好きになれそうというか、まあ始めやすいなというの、本当に新規を意識してるような作品だなっていう風に思いましたね、僕は。まあね、一部のそのウォーゾーン1をなんかキルムーブでガンガンプレイしてたプレイヤーに関してはちょっと不満があるみたいなんですけど、
ね、UAV も呼びまくって敵に突っ込んでローダートピでうわ無双しまくるみたいな、そういうプレイの仕方が基本的にはできなくなってて、まあ、UAV も回数が限られてたりとか、ロードアートもね呼べなくなったりとか、基本的には途中から降ってきたりするんだけど、まあ基本的にそういうなんかね強い人がもうバカスが無双できるようなそういうものではなくなって、いわゆるしっかりとしたバトロワとしてのゲーム、まあちょっとね PUBG っぽいのを想像できしましたね、プレイしてて。この仕様が一部のその無双プレイヤーからしたら不満になるかもしれないけど、まあでも大半のプレイヤーからしたら多分ね受け入れやすいというか、ね、初心者に優しい始めやすい、まあ、システムになったのかなっていうふうに思いましたね。まあ僕バトロは苦手って言いましたけど、僕をね昔から見てる人だったら知ってると思うんですけど、僕ねPUBG 結構好きでやり込んでたんですよね、実は。結構いつは IW とかその時代だったっけ、あの時は。まあ、Call of Duty のね、練習とかをね、サボりながらね、PUBG を結構配信してる時期が実はあったんですよ。まあ、今の時代いろんなゲームがあり、今後どうなっていくのか僕自身もわからず、すごく不安ですが、まあ、Warzone 2はかなり、楽しみではありますね。あと、12月からガンダムエボリューションの方が、ね、コンソール版で始まるんですよ。ガンエボ、まあ、圧倒的勢いでね PC 版はかそったと、言われてますが、まあコンソール版はねガンダムゲー勢が多いので、まあ少しは盛り上がってほしいなっていうのはあります。でガンエボの動画はねガンダム専用チャンネルの方で上げていくと思うんで、まあメインチャンネルはそのウォーゾーンモダン2のマルチプレイヤーと、でガンダムチャンネルの方ではそのガンエボ動画だったりガンダムトークだったり、ガンダムクイズ、ガンプラ動画とかね、そういう全般的に、まあ、上げていこうかなっていう感じで、今のところはね今後の予定としてはやっていこうかなと思います。というわけで、メインチャンネルガンダムチャンネル、ツイッチ、ツイッター、インスタフォローお願いします。というわけでお疲れ様でした。バイバイ。まだおるって。まだおるって。え、強っ、マジで。全然ぶれないもん、これ。モムさん？モムさん？設置。モムさん？17キル、いけるか？これいけるか？これいけるか？どうだ？いけそうではある、いける可能性はある。なんか倒しに行っちゃおう。危ない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 、こっち見てる、こっち見てる、こっち見てる、絶対こっち見てる。あれ UAV is bingo fuel. RTV at this time. OK!オッケー、オッケー、オッケー、ラストワン、ラストワン、オッケー、22キル、うん、あー大丈夫、動画化です20キル超えたら動画化って決めてたから動画化です。You'd show me your art. Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We were never apart. Drinking too young. Way too much fun. Out in the sun.